か。はい。缶ビールのメーカーといえば。ああ、いいじゃないですか。いやもうマジで。マジで。選択肢が多すぎて。いやもうパッて思う。いや、うん、はい。せーの。朝日。朝日。朝日。キリン。やっぱりな。そうなると思った俺は。どっちかな。そうやね。二択を間違えると思ったわ多分。朝日はもう生やろうな。なるほど。なんか俺はなんかもう富士キックス泣いたら札幌言いそうやな思ってたもんな。ああ。いやでも。あ、いやどっちかな。どっちかやな。どっちかやな。ああ、当てなかったな。気持ちよく飲めたのね。これこれっつって。もう。これはいけるかな。あ、水族館といえば。水族館といえば。みんな寄せて。はい。まあね。うん。せーの、海遊館。はい、え、海遊館。イルカイルカだね。イルカやわ。イルカ、あら、そらそうや。あら、水族館の生き物といえばではなしに。ではなしにではないから。ではなしに。あー、なるほど、そっちにそごが生まれちゃった。なんか、3まで当てれるけど、1むずいな。水族館といえばイルカ。目の前に琵琶湖抱えてる人に水族館なんてちっちゃい話伝わらん。もうなんかそっちかトバかみたいな感じあったけどさ。それか琵琶湖水族館。ないでしょ。ないでしょそれ。ありますよ。いや、あるけど今あるけど流れがないね。あるけど流れがないでしょ。琵琶湖が水族館で。ありますちゃんと。そうか。琵琶湖博物館やったかな。もうあかんな。もっとないやんかそれ。余計ないやろそれやったら。琵琶湖やな。幼稚園の。幼稚園の。はい。女の子に行きました。はい。大人になってなりたい職業はなーに？はい。ああ、わかった。はい。はい。せーの。花屋さん。ケーキ屋さん。花屋さんじゃないの？花屋？花屋。花屋か。ケーキ屋さん。ケーキ屋さんや。ちょっと分かれるな、やっぱ。両方朝早いけど。それ、その実情知らんやろ。両方朝早いけど。お部屋も早い。ああ、これは。花屋さんな。花屋さんもありますね。ペットショップもあるかな。ケーキ屋さん。